東京暇人、本日はモンスターズ藤原竜也を大特集。謝罪の王様ブルーレイ& DVD の特典映像もご紹介。イベントは豪華ラインナップ、レディーガガにアンジェラアキが登場。そしてポップレジェンドライオネル・リッチがあやちゃんにアドバイス。 For your weekend 東京暇人セレナ。これ何なのこの音楽。3月といえば、うん、卒業のシーズンということで、うん、今日は天野さんにちょっとお渡ししたいものがあります。何嫌なこと言わないでよ。何よ、番組の開演の時期だからねこれ。番組卒業とかそういうやつ近地にしてよ。それは卒業証書。はあ、天野博之殿、あなたは43年にわたる独身生活を無事終了したことをここに称します。よかった、そっちで。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ番組はまだ4月以降も続くっていうことでよろしいんですか。続きます。イエーイ。よろしく。この男は視界に入った全ての人間を自由に操ることができる、生まれながらのモンスター。ずっと誰にも気づかれずに生きてきた。誰にも邪魔させない、それが俺の人生だ。なぜ操れない、なぜ思い通りにならない。みんなに何した。何なんだよお前。なんで思い通りにならない。何なんだよお前は。操れない俺が怖いのか。思い通りにならない奴は俺の世界から出ていけ。信じられない能力を持つ男と、それが唯一通じない男。もう誰も殺させない。私が秀一さんを助けます。おいボキブレ、黙れ黙れ黙れ、死んでも殺す。東京暇人ではそんなモンスターズのメイキング映像を入手。一足先に舞台裏を大公開。操れる男を演じる藤原竜也と、唯一操れない男を演じる山田孝之、実はこの2人今回が初共演。お互いの印象は。山田孝之君とね、僕はまだ共演させてもらったことがないので、山田君ともどういう、こう男と秀一をね対峙していくのかっていうのも楽しみの一つだから、うまくその超能力的なものはコントロールしながらやれたらいいなと思ってますけど、まあ楽しみですけど。映画とか舞台見ててもそうですけども、まあ圧倒的なこの芝居のパワー、まああれはいつか肌で感じたいなっていうのは思っていたので、ここはすごく楽しみにしていますね。そして全ての人間を操る男で印象的なのは、その強く鋭い眼差し、凄まじい迫力の目の演技。一体どのように撮影されたのでしょうか。あ、全然大丈夫でした。ただもうね、監督が目ばっか撮るからね、もうここまでもう撮らなくていいだろうっていうぐらい目撮ってましたからね。そこはちょっときつかったですけど、目ばっか撮ってました監督。疲れましたけど、でもまあこれもこれで楽しみです。あとで見て、完成を見てみてね。一方、中田監督作品に初めて出演する山田孝之さん、その感想は。やっぱりこういう特殊なストーリーなので、ちゃんと説得力を持たすというか、展開とか流れがこうむちゃくちゃになってないように、その中でもちゃんとその男や秀一や、人としてそこにいるので、その人間の感情がちゃんとなんか理屈が通ってるというか、ちゃんとつながるようには心がけていたというか、まあ、そういうことでですかね、よく話してたのは。2人の熱い演技に大注目。モンスターズは5月30日公開です。いやー、すごかったね目の演技ね。ずっと目開いてた。私ドライアイだから絶対無理。すんごい涙出ちゃう。出ちゃう。いやすごいね、なんかお互いなんかのこの認め合ってる感じが。ね。いや意外に初共演ですね。あと二人ともすごくお芝居に熱い方っていうイメージがあるので。そうだよね、役作りとかね。しかもこの映画だって二人の話だからね。そうですよ。真逆の。
だからもう演技で見せるしかないみたいなところあるし、すごい、ねえー、今日はですね、そんな藤原竜也君を改めてフューチャーしようじゃないかと。はい、藤原竜也、97年舞台新徳丸で主演デビュー、その後も数々の話題作に出演し続ける実力派。まずはこちらからです。チェックメイト。デスノートシリーズで演じたのは、法律による正義に限界を感じ凶悪犯を粛清していく狂気の天才、八神ライト。デスノートの八神ライト、はい、まあただ悪いっていうだけじゃなくてね、うん、なんかちょっと奥に一つあるみたいな感じのね。そうですよ。僕はキラなんかじゃないんだ。思い出しますね、あのね、ベッドに押し付けられてね。そうだそうだ、どん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 こうちょっとずつ歯車が狂っていくみたいなね。めっちゃ頭のいい人がすげえ権力持った時に、うん、なんか世の中がうまくいくばっかりじゃないんだなみたいなね。そうですね。さあそしてカイジの伊藤カイジ。始まるぜ。カイジシリーズではどん底から這い上がるクズで自堕落なギャンブラー伊藤カイジを熱演。世の中に満たされてない人の中のヒーローみたいなところもあるんだけどね。ダメンズですね。ダメンズの中のヒーロー。うん、若手芸人の頃なんか僕は一番ダメンズだったと思います。本当にそれからよくなんか貯蓄とかしだしましたね。すごい。だから貯蓄したんだ。そっか、それがきっかけでね。俺だってね、ネタ見せの前ね、あのパチンコとかやってんですけど、はい、あの確変とかかかっちゃった時はね、ウドちゃんに逆に先に行ってもらってたんですよ。超ダメンズじゃないですか。カイジにかなり近かったと思います。本当だ。あとはまあ最近ではわらの盾のね、はい、清丸ですよ。わらの盾では資産家の孫娘を殺害し懸賞金のターゲットとなる凶悪犯清丸を開演。許せんだよ貴様は。これ怖かったですよね。わかった、あの追い詰められる時のこっちのさ、充血した目のさ、ね、自分があの追い詰められてるのにちょっと楽しんでる感じがあるというか、うん、そう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 、そうだ、はいはい、三池監督があの、うん、わらの盾の時に、はいはい、人間のクズを演じさせたら世界一っておっしゃってたじゃないですか、うん、これは言われた方はたまったもんじゃないですか。ねえ、でもすごい褒め言葉でしょ、三池さんならではの、うん、ねえ、あとそうかと思えば、はい、新選組のね、沖田総司みたいになんかちょっとあの美形なんだけど儚げみたいなね、うん、役もハマるし、爽やか系もね、顔はだってまあ綺麗な顔ですよ。そうですよ。この間ね、俺ね、たまたまね、プラチナ通り歩いてたらね、うん、いてね、あまりに綺麗すぎて見とれちゃった俺。あとは今回の中田監督はインしてみる7日間のデスゲームでやってて、で今回改めて、まあ、だその時も目力はすげえ感じたんでしょうね、中田監督もね。この目なら殺せると思ったこの目なら操れるみたいに思ったんでしょうね。うん、中田監督は今回のキャスティングについて、昔大島渚さんがキャスティングした時点で演出の8割が終わってると、うん、そう言ってたと。そんなことないとね、その時は思ってたんだけど、うん、今回この映画を撮ってみて、あ、こう言ったことかと思ったと。すごい。だから頭の中でイメージできちゃうんじゃない、いい映画って。でそのイメージ通りのキャスティングできた時にはもう映画8割終わってると。わあ。こうやってなんか何求められたことを返してさ、合致する関係みたいなのはさ、いいですよね。さあそんな藤原くんの演技も楽しみなモンスターズはですね、5月30日公開でございます、はい、さて続いて藤原くんが出演する作品をもう一本、桜井翔くん主演神様のカルテ2、一体どんな作品なのかはまずはこちらをご覧ください。どうぞ。おかえりなさい一さん。ここは24時間365日眠らない地方病院。何か嬉しいことでもありましたか。新しい常勤医師がやってきた。タツ。夕方定時になるとすぐ帰る。夜は連絡が取れない。困ります、新藤先生。今日は無理だ。そういう態度は主治医のそれではない。狂ってると思わないか。そうやってお前がいつも病院にいるってことは、その間ずっと家族のそばにはいられないってことだ。一さんの悪い癖です。苦しい時に限って私がいることを忘れてしまいます。ある、ある。本当に大切なもの、守るべきものは一体何か。そばにいなくても気持ちは寄り添える。
それは全ての愛が詰まった希望のカルテ、神様のカルテ2上映中。神様のカルテって1もすごい人気でしたよね、うん、あの時1ってついてないから、だからやっぱりすごい評価が高くて2ができたってことですよね、うんうんうん、きっと ね。1では末期がんの患者と向き合うお話、うん、2では忙しい医療現場で患者を取るか家族を取るかで思い悩む話と。いやでもまたこれ藤原さんが、藤原君も出てんだよねこれに、進藤という役でございまして、主人公のこれだから桜井翔君の大学時代の親友で、家族を犠牲にしてまで患者に尽くす必要はないという考え方の医師だと、うん、あーだからそのそうか、桜井君とはちょっと立場が違うのかな。そうだね、その仕事として医者をやってるみたいな感じなのかな。これまたこっちから言われこっちから言われみたいな板挟みなんじゃないですか、うん、なるんだよね桜井君とかは、ね、大変。他にもですね、吹石和恵ちゃん、はい、僕はルーキーズというドラマでね、可愛くて見とれてセリフ出てこなかった時あります。ダメですよ言いましょうセリフ一緒の先生だった。あと江本明さん、市毛芳恵さん、浜田岳君、浜田君もまたこの、ね、演技屋でもねたくさん出てるよね、ちょっと楽しみでございますね。神様のカルテ2はただいま絶賛上映中でございます。この後は謝罪の王様に新たな動きが。いっぱいありそうじゃないですか。実は謝ってなかったとかね。続いて紹介するのは謝罪の王様。これついに ね出ますか DVD。ちょっとおまけがどんなもんがあるかちょっと楽しみですよね。なんかまだあの未公開映像とかいっぱいありそうじゃないですか。実は謝ってなかったとかね。3月28日に、DVD& ブルーレイが発売になるそうでございます、はい、大変申し訳ありませんでした。喧嘩の仲裁から